はい、こんにちはっていうかね、まあ、10時半なんですけど、ですね、この、送っていただいた、なんだっけ、フォルザ、どうも読み方ね、ちょっと自分、よく覚えてないんですけど、なんて言うんだろうな。はい、まあいいや。こちらね、タグスミニがついてるんで、今、ピッチのね、コネクタが外れてます。で、まあ、ちょっとね、動かしたところね、音入るかな。マイク近づけた方が早いか。音量気をつけてください。これがエルロンですね。これがエレベーターで、ピッチ、うん、ちょっと分かりづらいか。さっきはね、ちょっと異音はしてたんですけどね、とりあえずあの動作確認しようと思ったんですけど、これね、今ふと見たらあの JR のアンテナがついてて、あの自分はもし JR のことよくわかんないんですけどね、これがまあこれが受信機内蔵型のまあジャイロになるんで一体型なんですよね。でね、あのまあ送っていただいたプロポなんですけど、あの双葉の、一音になるんで、まずあの受信機がね、合わないで、まあそれのためにね、まあ、受信機を送ってもらってるんで、そうなるとね、まあ、受信機をこちらにまあ移すと、今度はね、ジャイロがないっていうことなのでね、まあ、ジャイロはね、H1 つける予定なんで、まあ、なくていいんですけど、ちょっと、飛ばして、感覚、を確かめてみようかなと思ったんですけど、ちょっとね、それはちょっとできそうにないみたいなんで、はい。とりあえずどうしよう。とりあえずはあれだ、あの受信機つけて、まあジャイロを外すでしょ。まあ要はあのジャイロなしのヘリをまず一回作ることになりますね。はい。じゃあどうしようかな。バッテリーチェッカーじゃなくて、サーボチェッカーは持ってきてないんで、このサーボのチェックが、あ、もう受信機通しじゃないとわかんないか。はい、これ新品っぽいな。新品だな。新品ですね。じゃあどうしよう。ね。1番エルロンで、センサーが上側ですね。で、送信、つまり全部が新規なんで、これがちょっとフレイヤーになってるんでね、新規に、作成しないと、モデルセレクトで、新規で制作で、H1 はヘリじゃなくて飛行機でね基本作るんで、飛行機モードのノーマルで、まあ1エルロンで尾翼もノーマルですね。主翼もノーマル。はい、これで、はい、1秒しで戻る。で受信機が FASST の EST なんで、 EST これですね。 FASST EST の14チャンネルシングルですね。これバッテリーフェールセーフ 3.8、まあ、これあまし関係ないんですけどね、アンプから
供給されるものはあのもう、あのバッテリーの、ね、電圧は下がらないんでね。昔のね、あの受信機専用だけならあれなんですけど、テレメトリー、とりあえずバインドしときますか。バインドはこっちじゃないのかい。電波状態確認 OK。で、システム。バインドはこれどうするんだ？アリンク。よいしょ。よいしょ。とりあえずね、こちらの、まあ、1シェルですね。まあ、はい、お疲れです。これで、1シェルを、マイナスが、どこなんだ？一番下ですね。はい。で、まあ、どこでもいいんですけど、今一応念のため7番に刺します。はい、で、まだ赤ランプついてますね。はい、ですね、とりあえずあのリンクの方法分かったんですけどね、こちらでね、リンクボタンを押して、こちらはあの電源挿すだけすると、簡単につながりました。でね、今これあの外してるやつを挿してるんですけどね、はい、とりあえず、グリーンになってます。で、エルロン、今1番に挿してるんでね、エルロンに挿してるけど、これ動かすとね、あの、ラダーが動いてるんですけど、ラダー、あ、見えないか。はい。これラダーなんだね。おかしいな。てっきりね、ピッチと思ったんですよ。なぜかというとね、ちょっとあの、これ、ピッチのところは抜けてるんでね、ラダーは刺さってるんですけど、なんでかなと。ラダー、スロットルラダー。結構きついね。はい、じゃあこのラダーに刺さってるやつちょっと調べてみよう。とりあえずちょっと飛びそうにはないんでね。はい、じゃあこのラダーに刺さってるやつを1番に刺してみよう。はい、これがピッチか。ピッチとラダーが逆に刺さってんだ。今こっちのね、こっち側、これ飛んでなかった機体になるんかな。さすがにラダーとピッチが逆につながってると多分というか、まあ絶対浮かないか。はい、ということは、でもおかしいな。サーボが1個壊れてるって聞いたんですけど、ピッチちょっと抵抗当ててね。あ、やべ、予定ではギアかけなのですが、ちょっとあの映ってるかな。ちょっとね、あのこうサーボチか、まあ、リンゲージの上にね、指乗せて抵抗与えてみて打つんですけど、問題ないですね。ピッチサーボ問題ないな。もしギアがかけてたら途中で、ちょっと別の部分も全部触ってみよう。じゃあちょっとエルロンサーボを抜いて、1番に刺して、あ、これはちゃんとエルロンだね。はい、特に問題なさそうだな。エルロンピッチ問題なし。じゃあこの上の、エレベーターサーボ、エレベーターサーボ刺してみる。
ああ問題あれ諏訪サーブ全部問題ないね。なんだろう、どうしよう、じゃあラダーサーブもう一回確認しよう。はい、じゃあラダーサーブをちょっと抵抗を与えてみて、これじゃないや、どれだ、ラダーサーブどれだ、これかな、違うな、あれラダーサーブは、これか、一応ね、リンケージを持って抵抗を与えてるけど、今んとこ問題ないね。あれなんでだろう、サーブは結構ダメとか言ってたんですけど、全部問題ないように見受けられます。もう一回確認するか。エルロンサーブ問題ないですよね。問題ないな。エルロン問題ないな。これじゃない。どれだ。問題ないですね。問題ないね。ピッチサーブ問題ないね。でエレベーターサーボはどれだっけな。これはラダーが入ってたからね、こっちの分かな。どれだろう、どれだったっけ、こっちかな、これか。あ違う、あれこれはあれか、スロットルか、これか。どれもギアかけもあのポテンションメーターも問題ない感じです。サーボ問題ないな。1個新品のサーボね、入れてもらってるんですけど、 ES09MD ですよね、同じものだ。でも問題ないから、これ別に交換しなくていいと思う。はい、でただあの気になるのがそのアンプが入ってたのでね、アンプが2個入ってたのか、それともアンプ壊れてるのかな。とりあえずちょっと、アンプ電源、3番、123、はい、でメインの電源をちょっとつないであげる。でテールはね回るんでね、あとまあメインも回るんで気をつけて、配線がね切れないか確認して、はい、メイン電源をつなぐと。おお、こんな音なの、すごい音したね。まあジャイロは噛んでないんでね、ちゃっちゃはないんですけど、回してみます。ちょっと待ってよ、プロポ動かしてるよね。プロポ入らんか。これなら入る。スロットル上げてるんですけど、スロットルちゅうかモーター回んないね。あれアンプ壊れてるのか、それともスロットルリバースかということは、ちょっと一回抜いてあげて、バックで戻って、サーボリバースからのスロットルがノーマルからリバース。はい。これでどうだ？刺してあげる。
さっきと音違うね。ん？あ、これはプログラムモード入ってますね。プープープー。はい。どんどん数が増えていってるんでね、これプログラムモードだ。ちゅうことはサーボはリバースはノーマルでいいんだ。ああ。ちゅうことはあれか。はい。だんだん少しずつね、こうやって、トラブルをね、解消していきます。今度は音楽鳴らないんですけど、おかしいな。はい。はい。鳴らないね。ん？なんでだ？鳴らないんで、ちょっとトリム、スロットルのトリム下げていってきます。ああもうプラス50というか、まあ、一番下まで行ったんですけど全然変わんないです、はい、じゃあこういう時はね一回やり直します。電源こちらもねちょっと一回抜く。はい、こっち電源抜くか。電源を一回抜いてで差し直す、要は再起動ですね。はい、これでもう一回電源を入れ直すと。はい。で、なりますよね。で、普通ならここでモーターが、スロットを上げると、モーターが回るんですけど、回らないんで、トリムを下げていく。もう普通ならなってるんですけどね。はい、一番下まで来ましたけど回らない。はい、ということは、はい、またちょっと次やります。はい、まず抜いて、トリムを元に戻します。はい、戻しました。じゃあスロットルを全開モードにして、して電源を挿して下ろす。これで、まあ一応普通のアンプならね、これであのスロットルキャリブレーションってなって終わるんですけど、で次からスロットル上げると回るのが普通ね、なんですけどね。回らないね。回らないね。おかしいです。おかしいですな。おかしいですな。なんで？アンプ熱くなってますね。あれもしかしたらこれアンプ死んでんのかな。だから予備が入ってんのかな。じゃあとりあえずアンプ変えましょうか。はい、じゃあアンプ一応抜きまして、こちらの同梱されてたアンプなんですけど、多分こちらもね、さっきちょっと見たんですけど、新品というか中古ですよね。ちょっとあの縛った跡もあるしね、ちょっと色があの日焼けしてるんで、まあ、とりあえず、繋がないとね、音は鳴らないんでね。まあこれはどちらでもね、まあどっちに回っても特に飛ばすわけじゃないんでね、一応回転するかの確認なんで、まあ一応大体で刺します。まあ右回りか左回りかの違いなんでね。はい、じゃこれでアンプが変わったので、受信機を前側に、これを、3番スロットルに刺して、で、メイン電源をつなぐ。はい。無音ですね。なので一回、受信機電源抜く前にメイン電源抜いとくか。
い、じゃあちょっとね、あの受信機電源一回抜き直します。はい、で挿してからのメイン電源オン。ならないんで、ならない、ならない。なんでならない？あ、コネクタが違うや。こっちの黒コネクタだ。こっちは前の外したやつだから、こっちね、黒い方。はい。よいしょ。ならない、ならない、やっぱしならない。あれ、ちょっとおかしいな。間違ってないよね。こっち3つ外したもんね、ちゃんと。3つ外して、こっちの、付属というか、まあ、同封されたアンプをつな、今なんか一瞬熱かった気もしたけど、気のせいか。ちょっとぬるいけど、今ここは、あの今日は暑いんでね。なんだろう。コネクタは間違ってないよね。今変えたやつにアンプも、配線間違ってないし、 T コネクタもちゃんとこれに挿してるし、これもちゃんとマイナスが下側で3ちゃんに刺さってるから問題ないんだけどな。音が鳴りません。モーター、回りません。あれ、おかしいな。もう一回ちょっと電源入れ直す。ちょっと一からやり直す。抜いて抜いて、受信機差しの、こちらも差しので洗った。今度はなったね。はい、じゃあこれでスロットル上げると回るか。回らないな。あら、やっぱし回らないね。なんでだろう。ちょっとサーボモニターで確認。3番はちゃんと動いてるな。3番ちゃんと動いてるけど回らない。なんでだろう。受信機3番間違いないでしょう。実際にこの3、あ、ちょっとこれ抜くか。3番にね、ちゃんと来てるか、一応ちょっと他の、サーボつないでみて確認。1、2、3番目にサーボつなぐでしょ。で、スロットル上げると動きますよね。なので3番はちゃんと、一応信号は来ているということで、なんでモーターが回らないのか。でもモーターはね、特に何も効いてないんで、モーターはそうそう壊れないんだけどな。JR の純正なんでね、しかも。そうそう壊れるようなモーターじゃないんでね。なんでだろう。モーター、一応、まあ、音も鳴ったし、ちょっともう一回再確認します。3番目につないで。おう！アンカーが取れた。ちょっとね、テントがね、今ちょっとばらけたんで。ちょっと中止。よいしょ。